1対1で鈴木みのる選手とやらせてくれないか、パンクラス対シューティングって言ったら、うんうん、僕らだって武道館で2回演奏して、僕さ確かに3回試合してますから。本当ですね、はい、あ、俺これでもしかすると終わっちゃうなと思ったんで、やっぱりなんかいつもね、僕困ると何かしらがこう起こるんですけど、はいはい、たまたま見てた格闘技雑誌に、うん、あのパンクラスってあったんですよ、はいはい、最初の3試合、うん、もし万が一引き分けか負け1個でもあったらないと思って、うん、佐山先生と2人で後楽園の控室でしたよ、あれ、はい、誰もいないところで、お前今日から裏切り者だからなって指さされましたもん、じゃあもう一個どうでもいい話なんですけど、はい、歓迎会はあったんですか？あ、歓迎会してくれました、ファンクラスの方そっちはあったんですか、はい、でもね、今日しかないですもんね。そうなんですよ、本当はね、僕もいつもそう思いますよ、ね、うん、そんな感じ。なるほど、はい、なんか将来が見えるって不安じゃないですか。不安ですよ。見えない方が良くないですか、はい、見えない方が楽しい。武藤正弘と山田学ぶの、俺たちの話を聞くな、ついに3回目、3回目来ちゃいました。来ちゃいましたね、夢でしたね、これ3回目。夢でした、夢もう叶っちゃいましたね。叶っちゃいました。これ一応人生相談、はい、YouTube なんですよね。窓口ですから。そうですよね、はい、まあ、あの人生相談はなかなか来ないですけど、来ないですね。でも今のところ、夢を叶えるにはどうしたらいいんだろう、みたいな、相談が来たという想定で話してますね、はい、で夢を叶えた男ですからね。そうですね、僕らだって武道館で2回演奏して、僕さ確かに3回試合してますから。本当ですね、はい、そうですよね。武道館、武道館ってなかなかできないですよ、試合。そうですよね、はい、まあ俺が借りたわけじゃないから別にそんな威張っていいのかなと思っちゃう。僕も、僕が借りたわけじゃないんですけど。じゃあお互いこうね。そうですね。こうやってマスク越しに喋りましょう。そうですね。武道館で演奏したり叩いたら、はい、まあまあこれは別にそうじゃなくてもですよね。まあ、何かあの夢が叶うの定義って別に何か分かんないですけど、武道館でやってたらまあまあ分かったと言った、なりますよ、なってもいいですよね。そしたらそういう話を話すってことだけでも、もはや、もはや夢を叶えるですよね。方法で、格闘技、はい、元格闘家、現在整体師と、はい、ドラマの、ドラマ僕らですけど、はい、で山田さんのね、話を、まあ、ずっとしてるわけですけど、はい、栃木からこう出てきて、出てきて、世にも恐ろしい、佐山聡さんのシューティングに入って、道場に入り、でそこで、これまでなかった、世界中になかった総合格闘技をちょっとにルールをつけた、ルールをつけて公式戦を作っていった、作った、今の、はい、総合格闘技を作った人たちの一人、人ですね、ですよね、はい、でその世界初の、世界初の、なんか公式戦ですね、海外の世界戦、はいはい、で、山田さんがファイナル、ファイナル、ファイナル試合、世界初の試合でファイナル、ファイナル。そしたら佐山さんが、佐山悟さん、あの初代タイガーマスクですね、はい、が、山田さんがもし負けたら解散、そうだ言ったんですよね、はい、もう格闘技、総合格闘技はもうなしだ、なし、なかったことにしよう、そうですね、っていう、とんでもないプレッシャーの中でなんと、あの勝ったっていう、勝ちました、勝ちました、ってことですよね、はい、で、シューティングっていう名前が、名前が世の中に残って、残って、はい、総合格闘技が、はい、残ったことによって、別にだからといって今日の格闘技があったかなかったわかんないけど、わかんないけども、かなりの、まあ、協力ですよね。そうですね、はい、第一関門突破ですね。そうですよね、はい、世界の、世界ので、その後、はい、山田さんのことを知ってる人って、あの僕もそうなんですけど、あのパンクラス、はい、の山田学ぶさんとして知っているん で、 でこれは全部今シューティングの話じゃないですか。そうです。ってことは映ったってことですもんね。映りました、やめましたね、それはなんか大丈夫だったんですか。もう一回佐山さんに殺されるとかなかったんですか。あのね、ちゃんと僕は筋通そうと思って、はい、話をするんですけど、まず、はい、なんでやめようかと思ったのが、はい、1階級に2人か3人しかいない格闘技で、お客さんも30人ぐらいしかいなくて、後楽園ホールに全体、あで何人ぐらいなの、まあ、その同乗生は1000人以上だとして、いましたね、ですよね、はいはい、試合する人たちってことですよね。試合する人たちも、うん、自分たちの中だけですもんね。その世界戦以外は5試合ぐらいしかないから13、4人じゃないですか。
全部で。全部で。ってことは相手が13人4人しかいないと。いないんですよ。はいはい。でも一階級に2人ぐらいしか相手がいないんで。なるほど。ずっと同じ相手だ。ずっと同じ相手。で僕その時考えたのが23歳だったんですよ年齢が。はいはい。あ、俺これでもしかすると終わっちゃうなと思ったんで。選手生命もそうだし、うん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 、そのシューティングもこの先どうなるか分かんないんで、うん、でずっとアルバイトだったじゃないですか、はいはい、なんでこの先どうしようって思った時に、うん、やっぱりなんかいつもね僕困ると何かしらがこう起こるんですけど、はいはい、たまたま見てた格闘技雑誌に、うん、あのパンクラスだったんですよ、はい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 、旧 UWF の選手だった船木正勝と鈴木稔選手が、うん、新しいあのリアルファイト の、はい、あの無差別級 の、うん、そのパンクラスっていう団体を作り上げたっていうのがあって、はい、で確かね93年の9月21日が、うん、横浜文化体育館かな、うん、あ違うあれだ NK ホールだ今ないけど、うん、あそこで旗揚げだったんですよ。ほう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 、あのディズニーランドの横に今はないんですけど、はいはいはい、あそこでやったんですよ。その時の写真が出てて、はい、で全部で何試合だっけな、6試合ぐらいだったのかな、うん、トータルが3分ぐらいだったんじゃないですかね、うん、え、何のトータルですか。あ、6試合、6試合全部の決まったそのギブアップ取ったタイムが全部で確か半分ぐらいだったんじゃないですかね。で、うわ、なんだこれと思って。はい。あれ、なんでしたっけ、あの鈴木みのるさんのあのよく言ってたなんか秒殺でしたっけ。あ、秒殺ですね。今秒殺ってよくね、いろんなところで使うけど、多分あそこ最初じゃないですか。秒殺っていう単語自体が。最初です。そうですよね。はいはいはい。あそこ最初ですね。うん。僕その別にね、あの格闘技とかいろんなこと詳しいわけじゃないんですけど。なんか1回目で言ったんですけど、よくあの地元ガマゴールでプロレスを見に行っていて、はい、当時はね、お二人とも新日にいたじゃないですか。そうですね。いましたよね。いました。一緒に。はい、そうですよね。かっこいいなと思って、なんか超イケメンだし、なんかスター性もすごいじゃないですか。僕思うに。で、そんなことないですか。いや、僕たちみたいだなと思って。イケメンで。イケメンで。確かにね、かっこいいですよね。うん、だからやっぱ放送家のそれまでのなんかごつい中に、はい、あ、でもな、藤波辰巳とかも今はやばいね、調子もそうですね、まあ、皆さんだけどなんかいい選手で、なんかスーッとした役者みたいな人が突然来たなと思って、そしたらスーッといなくなったみたいなイメージがあったんで、はい、そうですよね、はい、で、パン、すみません、パンクラスで、パンクラスっていうのがあって、はい、で、僕ね、その正直その世界戦終わった後に、うん、なんて言うんでしょう、虚脱感があってもう相手いないやと思って。確かに、あ、もう相手いない、だってそこに勝っちゃったんですもんね。そうなんです、そうなんです。でもシューティングには、はい、多分その中で一番ってことですよ。そうなんです、そうなんです。なんでそのファンクラスの記事読んでる時に、うん、あ、この人たち倒したら、うん、シューティングもっと名前上がるかなって思ったんです。確かに、しかも2人有名ですからね、うん、僕が入って2人とも倒したら、うん、シューティングの名前上がるかなと思ったから移ったんです。はいはいはい。でそれをでもシューティングとして行ったわけじゃなくて、はい、じゃなくてそれをやめちゃった。1対1で鈴木みのる選手とやらせてくれないか、パンクラス対シューティングって言ったら、うんうん、あ、言ったんですか。言いました、向こうサイドに。そしたらそれはちょっと難しい、そこまでお互い大きな団体ではないから、うん、潰し合いになっちゃうから、うーん、もし僕が、うん、そのパンクラスの方に、うん、自分から来てくれるんだったら、うん、受け入れますって言うから、うん、じゃあ受け入れてくださいって言ったんですよ、はい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 。ただその時に、ね、僕条件 3つ出したんです。あ、3つ、はい、1つだ、うん、最初の3試合、うん、もし万が一引き分けか負け1個でもあったら、うん、契約しないでくれって言ったんですよ。やめるってことですか、はい、やめるってか、もう入って入らない、入らない、入らない。もう一回言ってもらっていいですか、今の。すごいですね、もう一回言って。なかなか言えないでしょ。いやいや、もう一回言ってもらっていいですか。これ本当に言ったんですよ、ええ、もう向こうの社長さんに、はい、もし、
最初の3試合でどれか1つ負けるか引き分けがあったら、はい、あの契約しなくていいですって言ったんです。笑ってましたよ、普通は言わないよそれ、はい、自分がいかにこう 入ろうかっていうので精一杯なのに入れてくれって感じです。山田さん、うん、ハードル自分で上げましたよね。本当ですね。なかなかいない、なかなかいないと思います。自分で変にハードル上げちゃったの。つって入ったんですか。入ったんです。ちなみにその前にどうやってその辞めた時が、最初にちゃんと言わなきゃいけないと思って、はい、佐山先生と2人で後楽園の控室でしたよあれ、はい、誰もいないところで、うん、この先僕このまま続けても、うん、先が見えませんって言ったんですよ、はい、シューティングの、はい、有名になる感じがしません、はい、はっきり言ったんです、はいはいはい、だから僕が一人で旅に出ます、はい、でパンクラスっていうところに今、うん、あの自分から来るんだったらあの来てくださいって言われてるから、うん、あじゃあ佐山さんにも言う前に行っちゃったんですか。言う前に、はい、相談に行きました、はい、相談に、はい、でなんなら、まあ、シューティングとしてやらせてくれみたいな、はいはいはい、そうなんで、うん、で佐野さん一言ですよ、うん、頑張れ、ちゃんと僕数字通しましたから。でその後、うん、今もう亡くなっちゃったんですけど、シュート協会の浦田有限会長、元 UWF の社長なんですけど、はい、にもご挨拶に行って、うん、あの頑張ってくれって言われて、うん、で2人に許可もらったんで、うん、あのちゃんと許可もらってきましたって言うんで、うん、パンクラスの社長さんにまた改めてお願いに上がったっていう、うん、あー、はい、なるほど、すごい話ですね。すごい話ですね、はい、またこれすっごいどうでもいいちっちゃな話なんですけど、はい、お別れ会とかあったんですか。ないですないですか、ええ、だって僕その日山田さんってこうなんかみんなで乾杯とかないんですか。その日から裏切り者ですから、パンクラスから、はい、あ、じゃあシューティングからパンクラスに行った裏切り者。でもまだシューティングの道場行ってたんですか。行ってないです。行ってない。行ってないです。はいはい、裏切り者で、うん、プロレスラーになったっていう感じなんですか。真剣勝負じゃない方にあいつは身売りしたって言われたんですよ。直接言われましたもん僕。誰に。あの同期だったやつらに。お前今日から裏切り者だからなって指さされましたもん。要は売れてるところに行きやがって。行きやがって。だなみたいな。すごかったですよ。罵声の方がすごかったですよ。でも、うん、分かってる先輩たちは、うん、頑張れよって言ってくれました。みんながみんなじゃ。でも、うん、ほぼ8割9割敵でしたね。あいつ行きやがったみたいな。なるほど。そんな感じでしたよ。お別れ会どこじゃないです。本当ですね。はい、じゃあもうどうでもいい話なんですけど、はい、歓迎会はあったんですか。あ、歓迎会してくれました。パンクラスの方。そっちはあったんですか。はい、でもね、あのだってさ、パンクラスからしたら、はい、ね、あの俺が、ま、負けたら入らねえ。そうですね。っていう、はい、とんでもない生意気なことを言った来、うん、て、はい、来たわけじゃないですか。でも歓迎会してくれた。歓迎会してくれた。いいで、あったかいですね。あったかいです。でもね、僕はひどい話ですよ。はい、あのここだけの話ですからね。ここだけですよ。ここだけの話ですよ。はい、あの最初に挨拶行くときにスーツ着てこう作ったんですよ、ちゃんとしたやつ今までなかったから、はい、靴普通革靴じゃないですか、はい、いつ来られてもいいように、うん、レスリングシューズですそんな可能性も一応ありました。ありました。へえ、あ、ボコられるなと思って。へえ、実際はどうだったんですか。いや、もうみんな温かく迎えてくれましたよ。あ、そうなんですか。はい、すごくいいところ入ったな、入れさせてもらったなっていう感じでしたね。はい、いらっしゃいみたいな感じで。そうなんですか。そうでした、そうでした。はい、ちなみにあのシューティングがいた時は、はい、壁に向かって、スクワット3000回だったじゃないですか。はい、なんかそんな感じだと。うん、なんなかったです、なんかそれはないんですか。最初に船木さんの方から、うん、僕山さんって言われてたんですよ。うん、山さんは、うん、途中から入ったから、うん、上でもなく下でもないから、うん、あの自由にやってくださいって。あ、他の人たちは全員みんな電光序列です。電光序列ってか、入った順番、年上だろうが下だろうがその世界に入った順番なんです。格闘技、格闘技、プロレスからですね、流れが、
プロレスラーとしてデビューしてから、うんうん、違うって感じ、はい、もう中途採用みたいな。あ、そっか、パンクラスは、はい、そう、山田さん以外は全員初期メンバー。初期メンバーです。途中からやった人いないんです。いないんです。あ、なんで、はいはいはい、僕は初めてだったんですよね、外から入ってきた中途採用。はいはいはい、ちなみにそれまで会ったことあったんですか、船木さんに。ないです。初対面みんな全員。そうですね、船木さんは1回で会いましたね、あの、うん、六本木の全日空ホテルで。あ、それはまあ、あの契約の時の話で、ね、なんかこう格闘技仲間みたいな感じで会ったことはない。ないです、ないです、ないです、はい、初めてでしたね。で、おお、どうもって感じなんですね。そうです、向こうは、はい、ジェントルマンな、なんかジェントルマンっぽいじゃないですか。みんな本当いい人たちばっかりでしたよ。そうなんですか、はい、鈴木みのるさんとか、ね、あのリングで見ると、はい、もうなんかこんな恐ろしい顔って世の中にあるんだみたいな顔してるじゃないですか。だからもうすごいいい感じなんですか。あの道場でもあのままです。あ、はい、僕実は会ったことあるんですよ。ああ、そうなんですか。して、うわ、なんかなんてあのイメージと違うっていうか、こうジェントルマンなんだってびっくりしたことがあって。みんな強い人とか、うん、偉い人って、偉い人って言ってあれかもしれないけど、うん、みんなジェントルマンですよ。あ、だってあの裏の世界の人たちも、うん、上の人は、うん、みんなジェントルマンです。この話はまあ置いときましょうか。まあそこにレディースジェントルマンが入るんですけども、まあどうでもいいですね。そうなんですよ、ジェントルマン多いですね。これいい話ですよね、はあ、これ結構時間経ちましたね、ええ、でも、まあ、この今日この辺でいいかもしれないです。もうなんかすごい話です、これ。もっとすごい話どんどん出てきますよ。本当ですね、はい、もう当分これでいきましょうか。これでいくんですか。あの、でも人生相談とかは、なんか、で人生相談の答えとすると、はい、そういう相談されてないですけど、はい、全然あの人生相談のコーナーに全然されないって、ええ、本当ですね。葬儀屋が全然葬式でいいようなもんですよ。本当ですね、はい、まあ、一応締めとして、はい、ね、あの夢を叶えるためで、はい、まあね、一応武道館に立った男同士として、はい、今回の教訓は何でしょうね。今回の山田さんの今回の話をまとめると、これまた夢を叶えるというよりも、うん、ある意味 先をそうだな、なんでしょうね、先のことは基本僕全く考えなかったですね、うんうん、明日どうなるかも分かんないんで、うん、例えば試合が決まったらそれに向けて全力投球みたいな、うん、はいはいはい、練習も今日これって決めたら、うん、それをずっとやるとか。あ、はいはいはい、あ、先っていうのはすっごい先のことが、すごい先のことがですね、だって明日生きてるかどうか分かんないですもんね。そりゃそうです、はい、だから僕は明日のことってあんまり考えないですね。ああ、なるほど、うんうんうん、今日楽しくいかなみたいな、うんうんうん、今日の積み重ねが1週間になり10日になるんで、うん、それは人生ですからね、はい、だから今日を楽しめない人は1週間も楽しんでないです、うん、そうです、いいこと言っちゃいましたね、軽く。本当ですね、はい、本当ですね、ええ、今日しかないですもんね。そうなんですよ、本当はね、僕もいつもそう思いますよね、うん、そんな感じにずっと思ってました。武田さんは、あ、僕ですか、今しかないですよ。自由な感じしますもん。そうですか。よく言われる、はい、僕も山田さん仕事してんのってよく言われますよ。本当ですね、してますよ、だって山田さん朝起きると走りに行くじゃん、近所のおばちゃんですよ。ああ、昼間もさ、なんか走ってるよねって、はい、仕事してんのって聞かれましたよ、はい、ああ僕大体一緒ですよ、ええ、僕朝走ってますから、あの人何してんだろうみたいな。不思議ですよね。不思議ですね、旗から見れば、はい、本当ですね。ね、なんかだ山田さんって僕なんですけど、はい、まあ、いろんな人と、まあ、ちょっと長くなっちゃったらあれですけど、多分人から言われてやった仕事ってなくないですか。ないです、自分が全部決めてですよね、はい、あの、まあ、アルバイトの、はい、すっげえ昔のアルバイトだけじゃないですか、はい、あのね、うん、あれです、サラリーマンになってます1回。おお、3年間高校出てから、はいはいはい、栃木県で一番難しい企業入ったんですよ。おお、
あの国の仕事です。防衛省、今でいうとこの防衛省の仕事、すごいじゃないですか。ネクタイ締めてたんですよ。きつすぎて途中で脱いだんですよ、でもやっぱり3年で辞めたんですか？3年で辞めました。なんでかっていうと、一番最後のそのさっきの話に戻りますけど、世界戦対外試合がたまたまテレビ東京の夜中2時からやってたんですよ、はい、それを見た、それで日曜日の夜なんですね、はい、だから月曜日の早朝ってことですね、月曜日に僕その頃サラリーマンだったんで会社行って、朝礼終わって、でそしたら部長が呼ぶんですよ、はい、山田君昨日のさ夜中なんかシューティングっていうの出てなかったって言うんですよ、で僕こう青くなってたんで目が違いますって言えないじゃないですか。隠してたってことですか？はい、はい、誰にも言ってないです。はいはい、だからあの、あ、出てました、山田君さ、あの就業規則にアルバイトとか副業ってダメなのを知ってるよね、はい、存じ上げております、はい、新入社員なんで僕、はいはい、あ、新入社員じゃない、もうさ、そっか、2年半ぐらい経ったんだ、まだ青い方ですよ、はい、山田君どっち取る、会社取るのか、その先の見えない格闘技取るのかって言われたんで、格闘技取りますって言ったんですよ、みんなの前で、はいはいはい、ざわつきましたからね。本当。あのカツラのね、はい、係長がいたんですけど、はい、って言いましたもん。これやめないよ普通ここって。そうっすよね。給料はいいし待遇はいいんで、はい、そんなのよりも、はい、明日世界を変えるかもしれない格闘技の方に僕は行きたかったですね。ああ。可能性です。そうですよね。可能姉妹です。可能姉妹。可能姉妹です。ですね。はい。もうお姉さん。お姉さん、妹、弟、これ。もうあのね、はい、ちょっとつけるとね、はい、あのカラオケの第一交渉ってとこの制作部でアルバイトしてたんですよ、はい、東京に来てすぐ、またドラムでお金にならないから、はい、でアルバイトなんですっごい自由にバンドの練習に行けたんですよ。もう決まった日までにデザインを上げればよかったんで、あのカラオケの昔止まってる絵、はい、静止画だったじゃないですか、はい、昔あの絵を作ってたんですよ、でデザイン学校を僕あの中退なんですけど、卒業って嘘かけまして、いいんです、そんなの卒業したもん、入れちゃったんですよね、第一交渉に、はい、そこでこうデザインの仕事をしてて、したらある時あの今ダムカラオケになって、はい、でかくなる時に、はい、同じ93年とか95年の頃ですね、はい、その頃にでこっからもうバイトは使わないと、で今いるバイトの人は皆さん優秀なんで社員になってくださいと、だ普通そんな大企業に社員になるって難しいじゃないですか、はい、そうですね、なのにもうずっと働いてくれてるんで、牟田さんあの、社員にこれからなってくださいと、で給料もこれだけ ですごい良かったんですよ、ちなみに時給とかも、でこういろいろ提示されて、で社員になるっつって、あ、じゃあ辞めますっつって僕辞めちゃいました。同じですね、同じです、同じですね、あの分かんない、夢を叶えるは枠から出るってことです。そうですよ、金勘定しないってことですね、だその枠の中いたら、はい、もう見えますもんね、将来が。なんか見えたら嫌ですよね。僕の同期今みんな部長です。なるほど、はい。なんか将来が見えるって不安じゃないですか。不安ですよ。見えない方が良くないですか。はい。見えない方が楽しいです。楽しいですよね。はい、だって普通に鍋食ってるよりも闇鍋の方が面白いじゃないですか。ね、ワクワクするじゃないですか。確かにそれと一緒です。そうです。ほら暗い中でほらドラム叩くじゃないですか。そうですね。はい、あ、じゃあ今日暗い中で叩きますか。やりますか、音だけで。音だけで、はい、ダメですよ、途中でお尻触ったら。た声出しちゃいますから絶対闇鍋ですよ。そうですね、目をつぶって動け。何時ですか今、もうダメです、時間ですよ。ちょうどいい時間です、はい、ちょうどいい時間ですね、はい、じゃあこの辺 で、この辺で、また5年後ぐらいに5年後ぐらいに会いましょう。会えたら会いましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。